こんばんは。今日は水曜日ですね。水曜日の夜で今ですね、8時、半ぐらいですかね。今9時も回ってますね。今ちょうどここにちょっと時計がありましたんで、9時を回ってますね。先ほどインスタグラムの方でもですね、いくつか写真を投稿させていただきましたけれども、ですね、まあ、作業中のですね、この石が完成しました。まあ、日数にしてね、どうでしょう、まあ、1週間ぐらいだと思うんですけれども、まあ、日にそんなにね、時間を費やしてないので、ですね、おそらく、まあ、時間をね、集中してやればですね、多分2日ぐらいで、できるプロジェクトかなと思います。一応ですね、こんな具合でですね、まあ、石らしくなってきましたので、これでね、一応完成と、しました。でですね、一応明日ですね、予定の現場の方にですね、今ね、画面の左の方にちょっとうっすらね、このね、角の方ですね、今ね、壁のちょっとこう、白くなっているところがですね、今ね、ライトでこうちょっと照らされている部分なんですけれども、あちらが一応ね、現場になります。ですね、一応ね、この石は空洞なんですけれども、どうですかね、だいたい今、そうはいつも結構重くなりまして、ですね、多分、80キロぐらいは、おそらくね、優にある感じですよね。まあ、ですので明日はね、ちょっとこう、ですね、手を借りて、まあ、移動させようかななんて思ってます。まあね、一応これはこんな感じで、まあ、レイアウトしてみようかなという感じでですね、仮に置いてみたんですけれども、ひとまずね、この石はですね、一応こちらの面がまあ正面かなみたいな感じなんですね。で、あとはね、どうですかね、少し、やはりそうですね、この辺りがやはりメインのアングルで、まあ置いた方が良さそうな感じですよね。でですね、一応どうでしょう、ちょっとね、小高い感じでですね、少しこう傾斜をつけたところに置いてですね、そしてここの、まあ、周りですかね。周りはね、溶岩石のちょっとこう赤系のですね、こう砕いたようなですね、ちょっとこう砂利というか砂というかですね、そんな感じのものをですね、下に巻いてですね、そして、まあ、この今、ちょっとこのね、ゴロゴロした石をですね、こう、まあ、暫定的に置いてですね、まあ、ドライガーデン風にしようかななんて思ってます。で、あとね、植物も一応ね、この辺りは、ですね、一応この、まあ、南部の方に入りますので、ですね、まあ、比較的、どうでしょうかね、売ってるものはやはりそのこの辺りのですね、気候にこうマッチした、プラントが売ってますので、一応ね、この辺りもまあ、良さそうな感じですので、買ってきました。あとはどうですかね、サボテンあたりも、まあ、少し植えてもいいのかななんて思ってますけれども、ですね、一応簡単にですね、今回のこの石のプロジェクトですけれども、詳細の、これの前の詳細はですね、少し割愛させていただきますけれども、ですね、簡単に、説明させていただきますとですね、まあ、拾ってきたというかですね、段ボール箱ですよね。段ボール箱ですね、ベースに、形を作りまして、あとね、中に、まあ、なんでしょう、ちょっとしたようなね、バスケットをこう入れてですね、崩れないようにしてですね、そして、その周りをですね、ワイヤーですね、ネット状のワイヤーをですね、一応こう、張り巡らさせてですね、ちょっとこう、コンクリートをですね、つきやすい状態にして、最初はですね、少し粗めの砂の混じったコンクリートですかね、
それでベースをですね作っていってですね、最後はですねモルタルですね、あの砂の入ってないですね、結構こう滑らかな感じのモルタルだけのですね、まあセメントで、固めてですね、そのモルタルがですね、完全にですね、まあ乾く前ですかね、若干こう石らしい形をですね、生成しまして、そしてですね、ほぼ乾いた後ですかね、こんな感じですね、こういうまあランダムにですね、まあ切り込みというか石らしさを出すためにですね、こんなシェイプをこう作ってですね、まあ仕上げた感じですね。でですね、一応今回ね、使った道具は全然大したものではないんですけども、一応ね今ねこんな感じで入ってますけども、これはねまあセメントですよね。で今ね、あとスプレー、塗装に使った意味、ちょっと今このスプレーをね固まらないようにですね、まあ、シーゼペイントなんでこんな感じ、ちょっと今ね漬け込んでますけども、あとはね、このセメント用このヘラですよね、これ一番ねなんか安いものですかね、9ドルぐらいでしたけども、こいつをまあ使ってですね、まあペタペタと、まあご存知の通り、まあこんな感じであれですよね、鳴らしながら、であとねこのですね、この辺りもですね、一応こういうの、エッジを使ってこんな感じでですね、なるだけこうジグザグにこうなる感じに、まあ適当にね、まあこういう感じでやりつつ、そうですね、あとね少しこういう感じでですね、グググッとこう深みに切り込みをこう入れてあげるとですね、まあ凹凸がねこんな感じに、増してですね、ここのうまくね感じ的にはまあいやらしくなりましたね。で今回もねこれもぶっつけ本番で、特にね今までこの辺りを何度かこう作って経験がねあったわけではないんですけれども、ですね、まあいろいろね動画を、最初に見てですね、まあこんなもんかと、まあ頭の中で把握しながら、もうぶっつけ本番でね、まあ、やった結果が、まあ、一応ねこんな感じで、仕上がりました。でそれからですね、最後のこの、仕上げのペイントはですね、これはねよくこれはですね、まあどちらかというとこっちで、そのクラフトですかね、まあ女性の方がこうやられたりするですね、まあどちらかというとね若干その少しちょっとねこう年配の方の方が多いんですかね、クラフトでねこう板にこう何か絵を描いたりとかですね、そんな感じのものをなんかこう作るときに使う、これはアクリルのですね水性のペイントですよね。これをね何本かこう買ってきまして、一応ねイメージ的にはですねちょっとこう茶色もしくは赤系のですね岩をイメージしてましたので、その系統の、まあ、ペイントですかね。そしてこの若干このクリーム色のものはですね、一番最初にこれ下地のベースですよねを塗った時にこれを一応使いました。これをね最初に塗ることによってですね、まあなんかこういう感じで、うまくね岩らしい雰囲気がこうところどころにこう出るみたいなことをねビデオでやってましたので、一応それをね元にこいつを使ってみました。あとはねこのペイント自体は結構ドローンとこうですねした感じですので、まあねここにあるスプレーボトルですかね、これ用ですね、の中にこれをですね一応適量入れて、あとはねどうですかね、5倍ぐらいの、水で薄めてですね、あとはここの岩をですねもう本当に、こうランダムにねスプレーでスススッとこう、かけて、こんな感じでね仕上げました。
ですので最初はね、一応このクリーム状のベースのものからですね、次にちょっと淡い色のこの茶色ですかね、こっちはちょっとやね、ココアのような色の、ですね、これはペイントですよね。これコーヒーって書いてありますので、そうですね、ちょうどねミルクを入れたようなコーヒーの、色ですよね。でこれを2番目に、吹きかけてですね、3番目にですね、一応今度、少しねこの濃いペイントですね、これねアースブラウンって書いてありますので、まあまさにこれこう大地のこのですね、まあ荒野にあるような感じの、まあ色合いですかね、これをその上にですねやりまして、さらにですねもう少しこう濃淡というかグラデーションを出すために、これですね、これはブラントアンバーって書いてありますので、まあこれはね、まあバントっていうのはこれ焼けたとかいうそんなような、意味合いのですね、これアンバーですね、これ飴色の、まあアンバーグローブなんてありますけども、そんな感じの、まあなんでしょう、まあですね、まあべっこ飴をですねこうぐーっとこう焦がしていくとこんな色になるのかなみたいな、ちょっとそんな感じのニュアンスを含めたこのネーミングですよね、このバントアンバーって書いてありますけども、これをですね、一番上にですね、スプレーして濃淡をね、こんな感じで出しました。で、そしてですね、一応ね、最後にですね、この、ですね、先ほどのこのクリーム色をですね、もう一度ね、スッとね、まあ、ハイライトですかね、お化粧であればね、こう最後にこんなちょっとこうハイライトをかけるのと同じようなですね、役目ですかね。で少しこうまた濃淡がね、こうはっきりとしてきまして、ですね、最後はですね、噛みやすいですね。ちょっとこう擦れているところはこの辺りもそうですけども、粗めの噛みやすりですね。こうもうね。本当にまんべんなくまあ、ジョリジョリとこうこすって仕上げました。であとねこの上のオブジェですよね。ねこれまあちょっとねこんな感じでね少しこう飾るのもいいかなみたいな感じでね今こうやってるんですけども、あとはね、ここのね、トップがね、予定外になってましてね、実はちょっとこう、三角状になる予定のところがですね、ですね、どちらかというと、すり鉢状にちょっとね、こんな感じで、なってしまいましたので、そこのね、平坦な感じをですね、少しこう、ごまかすためにですね、少しこう、あれですよね、こうとんがったイメージをこんな感じで出してごまかそうかなみたいないうのが、実はですね、目的ですね。まあなんですけどもね、意外とねなんとなくこんな感じも面白いですね、まあアイデアかなみたいな、ところでですね、まあどうですかね、この辺りはセメントかなんかでこうくっつけてねしまってもいいのかなと思いますし、あとはね無造作にねなんとなく置いて、まあ、馴染ませるのもいいのかななんて思ってます。ですね、今ねこれがこんな感じで上はね若干手を抜いてですね、あんまりこういう切れ込みというか入れずにですね、もうほとんどそのままの状態でペイントは塗ってあります。そしてこちら側の裏ですよね、裏はね少しね見えないところなんですけれども、一応ねまあしっかりとね
この辺りもそれらしく仕上げてみました。ですけどね、この辺りやっぱね結構裏なんで見えないからいいかなってことでね、意外とこの辺りはですよね、あんまり細かくこう、まあ、ディテールみたいな感じではやってないんですけども、こんな感じですよね。ですね、一応ねこんな感じで今ね、一つこれですね、大きさ結構大きいんですけども、どうですかね、最終的にねこれは費用はですね、ざっと今考えてみるとですね、ですね、おそらくこれは50ドル、まあ5000円ぐらいですかね、まあ、5000円ぐらいで作れましたので、まあいいかなっていう感じですよね。実際このランドスケーピングにね使うこの手の石はですね、まあこの近くにでもねこういう専門店があってですね、売ってるところは実はあるんですけども、ただね結構そのボリュームがですね、まあ多いというか大きいというかですね、あとまあね値段も結構、何百ドルとか、まあいい石になるとね当然何千ドルとかなってしまいますので、そこまではね手が出ませんので、もこんな感じで自作をしました。あとはまあですね、今ちょっとこんなねいろいろ三脚ですとかちょっとねこう、使った段ボールなんかがねまだ散らかってる状態なんですけれども、このねのこのロンスターのこの星のですね、こうですね飾りを今日はねつけてみました。ですね、一応これねオンラインで買ったのでですね、まあ現物こう見てなかったんですけれども、イメージしたよりはですねちょっとこう小さかったんですけれども、まあいいかなっていう感じですよね。このテキサスを象徴するこの一つ星ですよね、このローンスターステーという孤独な、星の州っていうことでですね、テキサスの周期はねその名の通りですね、一つ星がポツンと、ついてるのがテキサスの、周期ですね。であとねここに1836ってねこれついてるんですけども、ですね、実はねこれねまあどんな年なのかっていうのはですね実はよくは知らないんですけれども、まあなんかあれですよね、いろいろとこう歴史的にその何かがあった年がですねこの1836年だろうなっていう、ただね、そんな感じです。まあ、今度ね機会があったらちょっとこうテキサスについてねもう少し詳しく調べるとですね、あなるほどっていう感じでですねこの数字の意味が分かると思うんですけども、1836年ってねついてます。今日はね実は結構こう、寒くてですね12、3度だったんですかね、寒い時間帯はですね、で今もね結構肌寒い感じでですね、まあ一人、過ごしてますけれども、ねこの辺りはね結構こうのんびりしたね、ところですので、今ね夜の9時半ですけれども、あたりはねもう、静まり返ってます。ですね、まあ、一応ねこんな感じで、ご報告をさせていただきます。